いえ、今日は、今からヤメに向かいます。いえいえ、ほら、どうもスイッチイールです。今日はですね、ヤメ農業高校ヤメに来てます。はい、ヤメ農業高校さん。そう、今日はね、ここでソーラーシェアリングのフェスティバル、ソーラーシェアリングのイベントがあってて、今回で2回目らしいんですけど、ちょっと初参戦ですね。僕の友人がですね、アグリツリーさんっていう会社してるんですけど、その、会社さんたちも、参加されてるイベントなので、まあ、ちょっとですね、興味あって今日はヤメ農業高校に来てみました。なんか最近よく聞く再生可能エネルギーとか太陽光ね、なんかよく言葉ばっかり聞くことが多いと思うんですよ。僕もそうで、あまりちょっと詳しいことがわからなかったんで、まあ今日はいいきっかけだなと思って、このソーラーシェアリングフェスティバルに、参加してみました。イエー。なんかどうやらね、そういう再生可能エネルギーって言われる、太陽光とかの力を使って農業ですね、農作物に必要なその電気電力とかを賄うっていう、まあなんかね、テクノロジーを使うんですけど、なんかエコな、そういった感じのなんかニュアンスに僕は解釈してます。まあちょっと近かったらあれですけどね。まあということでですね、今回はそういう、ソーラーシェアリング、再生可能エネルギーだったり太陽光について僕もちょっと学ぼうと思って、そう、それこそね、最近始めたチルズキッチンもそうですけど、まあ、オーガニックなことが好きなんで、今日はね、ヤメ農業高校さんってことで、まあそういったね、農作物栽培とかそういったところもですね、なんか、取材できたらいいなとか思ってます。あ、そうそう、見えてきた。そう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 ね、ビニールハウスで栽培したりするときにどうしても必要な電力とかそういうのを、このビニールハウスの屋根の部分に太陽光を設置して、ね、太陽の光を供給して電力に変えて、で、それで、作物に必要な電気の供給を行ったりする。それがソーラーシェアリングと農家の、新しい取り組みみたいですね。うん、なかなかちょっと気になる内容なんですよ。ほんとね、そう、なんかやけん一概にやっぱりその太陽光ってなんか最近はもうだいぶ浸透してきてますけど、よくね、家の屋根とかにもソーラーパネル貼ってる方よくいますけど、の応用になるのかな。まあ、ちょっとそういうのも学びたいですね。そう、この間あげたチルズキッチンとかもそうっすけど、野菜が好きなんでですね、ねえ、やっぱ野菜を美味しく食べたいし、腹いっぱい食いたいから腹いっぱい、そうそう、そんな感じね。イエー、会場着きました。こんな感じですね。ソーラーシェアリングフェスティバル。あ、こんにちは。こんにちは。あ、アグリツリーさん入ってますね。おお、すごい。ソーラーシェアリング研究所、パタゴニア、Jリーグも応援してる。すごいですね。はい、こういったイベントですね。よろしくお願いします。会場内入りました。
はい、こんな感じですね。グリーンホークさん。よろしくお願いします。こんにちは、グリーンコープです。グリーンコープさん、はい、今日はどういったの出展されてるんですか？今日はですね、はい、こちらもグリーンコープを紹介する、まあ、コーナーなんですけども、はい、まあ、試飲の方で、まあ、あの濃縮還元してないみかんジュースとか手先の牛乳とかをですね、あの試飲してもらってます。はい、はい、こちらの方ですね、あのグリーンコープで電気の扱ってるので、はい、こちらの紹介ですね。あ、すごい。そうか。あとで取らせてもらう。じゃあちょっとよかったら一杯みかんジュースいただいてもいいですか？はい、こんな感じで。あ、おー、みかんジュースいただきます。はい、あー、冷たくて美味しい。ありがとうございます。あ、もう超みかんですね。グリーンコープさんもこの今回のソーラーシェアリングに何かこう関わるような取り組みとかを、あの隣のブースでご紹介したいと、ね、隣の方 の、 あのグリーンコープの扱ってる、まあ、すごい自然エネルギーだけを使ってる電気の紹介であったり、はい、まあ、もちろんグリーンコープのこっちのコーナーそのものもですね、はい、例えば、まあ、こういったのまあ、いわゆる、SDGs、カーボンニュートラルにつながる、はい、まあ、全部瓶とかもですね、リユースの瓶ですね。うん、はい、あのそういうチューブ系じゃなくて、こういう調味料とかも全てリユースの瓶で、はい、あのやってるんですね。はい、再利用できるようにですね。再利用された。はい、ですね。はい。はい、でこういったこう今日の景品とかもですね、はい、そういう、まあ、そういうに関わるやつとか、うん、まあ、こういう。まあ、大したプレゼントですけど、トイレットペーパーとかも、はい、グリーンコープのこのカタログ、うん、カタログが全部ですね、あの再生されて、こういうトイレットペーパーになってますよってことで、はい、ガラコンのプレゼントとか、はい、そういうものが、はい、あの選ばれてます。へぇー。あとは石鹸ですね。はい。はい、あのガラコン今日外れなしなんですけども、あの汁が出た方にも、こういう米ぬかのですね、石鹸を渡してるんですけども。はい。あの合成洗剤とかを使ってなくてですね、うんうん、やっぱり次の世代に綺麗な水をってことで、そういう石鹸を扱っているので、こういったものをプレゼントにですね、はい、あの選ばせてもらってます。すごいな。あのお便りいただいていいですか？あ、お便りってどれですか？あのあれ、あ、カタログカタログ、すいません。もらえます？もらえますよ。あの丸々冊子を一冊どうぞ。あ、ありがとうございます。やった、いただきました。すいません、ありがとうございます。ちょっと回ってきます。あ、すごい。お、安いっすね。はい、オーガニックパパさん。はい、はい、自然農法でされてるんですか？はい、すごい安いっすね。これナスビ、白ナスですか？青ナスになるんですか？わ、ちょっとせっかくだからなんか買っていこうかな。オクラはこの間大量に買ったんで、これは何ですか？ラディッシュ。お、ラディッシュ。じゃあラディッシュとこれ、はい、はい、300円。300円ですね。ちょっと待ってください。はい、1000円。いい、大丈夫ですよ。はい、あ、欲しいです。はい、これも一緒入れていいですか？すみません。あ、野菜ゲットした、ありがとうございます。いえ、野菜ゲットしたぜ。いいっすね。おー、このパンフレットももらっていいですか？うん、オーガニックパパさんの紹介がある。そうそう、最近よくこの炭素ってよく聞くんすよ、カーボンね。なんか僕の友達のやってるそのアグリツリーさんも、
カーボンニュートラル脱炭素とかなんかそういったのも活動されてるみたいです。なんかねその辺僕も詳しくなりたいんでちょっと今日は勉強がてらっすね。そうそうこれこれソーラーシェアリング。自然環境と調和した未来。農業、食品、メディア事業までいろいろと歩み始めています。テラフィールズさん。農業器具も変わりようやね。オレックさん。パッケージ。こうキャタピラ。スパイダーマオア、マオア。草刈りの可能性広がる。いろいろあるっすね。すみませんちょっと YouTube 用に撮らせていただきます。おすごいソーラーパネルだ。すごいな。農地で太陽光発電。一部いただいていいですか。ああありがとうございます。ああ、あぶりチリーさんの。はいはい。いや、僕もちょっとこのソーラーシェアリングに太陽光再生利用可能エネルギーとか言うじゃないですか。はいはい。やっぱり。その単語は知ってるんですけど、うん、ピンと来てなくてで今日ちょっと学ばせてもらおうと思います。はい、ちょっとパンフレットいただきます。はい、実際こういう細い我々はのやり方は、はい、実際こういう細いパネルを、うん、まあ、間隔空けて設置してでちゃんと下に光が届くように、はい、設計してちゃんと農業が成立するようにしました。はい、少しあの拝見させていただいたんですけどビニールハウスの上とかに取り付けるようなタイプがこういったものになるんです。ああそれもありますよ。うーん、ありますし、はい、ただビニールハウスは、はい、うちも、いくつか3軒くらい3軒ですね、結構の実績あるんですけど、なんかハウスの上にこういうフレーム、うん、立ててそこに今パネルを間隔をかけて設置してやるスタイルと、はい、最近ちょっと、なんか技術開発してるんですけど、ハウスの上にそのままなんかフィルムみたいな、はいはいはい、曲がるパネル軽量化されたものってことですね。そうですそうです。軽くないとやっぱりビニールですからね。それを直接貼る。はいはい。あ、面白そう。それは、はい、技術開発で今動くか進行中。薄いフィルムのようなものをシールというかですね。はい、それは、うん、そのパネル自体はもうすでに製品があるんですけど、うん、どうやってつけるかっていうのを、うん、ちょっと今研究します。はいはい。ありがとうございます。はい、そうね、まず本当に知ってみないと始まらんよね。わからんもんな。
あ、こっちにもあります。あ、こんにちは。これも太陽光パネル。すごい。これ使われたやつです。はい、熊本の方のビジネスホテルで、はいはい、あ、よろしくお願いします。あの YouTube で、え、本当ですか？はい、ちょっとよかったら、はい、これ紹介してください。はい、はい、おー、これあー、そういうことですね、はい、マンションのこれ、あのビジネスホテルですね。あー、はいはい、はい、あ、もう喋ってもらっていいですか？市の面積が小さくて、うん、求められるこの発電量は満たないとか、はい、そういう時もあの、まあ、こういったもので、あの、まあ、今回の手すりですね、うん、建材一体型をつけて、あの、その建物の電気使用量、自家所有量を拡大していくというものですね。よくあるのが、まあ、手すりの上にこうペタッと太陽光を貼り付けたりするっていうのもあるんですけど、はい、これはもうその手すりのそのまま取ってその太陽光を貼り付けた形で、かつこれは両面ガラスですので二面からの実現も期待できますので、はい、まあ、実際この、 あの手すりのところでも、まあ、例えば建物からの照り返し、そういったものもこの発電量で寄与されますので、あ、そうですよね、はい、西日が差すとかよく言うけど、こういうところが光を吸収して、そうですね、電力に変えてくれる、ですからこの、まあ、今までつけられなかったところをどうつけるか、それをどうするのか、まあ、これ結構日本の市場というのがやっぱり国土も小さいですし、建物も小さいっていう中で、あの、どうしたらこううまく再エネを活用できるのかっていうところで、まあ、いいアイテムかなと思います、はい、いただいていいですか？一方で、あの、じゃあこの屋根上ですと、うん、もうね、この体育館の屋根上とかですと、太陽光が、あの、当たって、あの、次回に最近よく見ますもんね、うん、建物の屋上部分にですね、そうそうそう、はい、もちろんね、その遮るものがないので、うん、直接この上から当たるものなので光は、はい、非常に有利なんですけど、こういう垂直になりますと、うん、やっぱりこう不利なんじゃないかと。ね、上から光が降ってくるので、で、あの、シミュレーションを取ったんですけども、あの、その中ではもう 70% 比較してですね、ぐらい、あの、全部比較して、あの、発電量が得られると、うん、で、あの、そういうのかな、お、まあ、あの、ちなみに今お見せした資料の中では、はい、その手すりの部分でしたけども、うん、これをあの地上の方にもあの展開することもできますので、うん、じゃあ地上の方というとベタ付けしたりというか、はい、例えばこの柵とか、はい、なんですかね、ま、プールの柵とか、はいはい、はい、そういったところにもこう活用できると、まあ、じゃあ戸建ての人の家の外壁に貼ったりとかですね、まあ、ちょっとね、一番いいのが例えば下水場とかですね、ああいうとこ結構電気使うので、ポンプとか、はいはい、はい、でかつ人も入れないところですので、まあ、そういうところにこう転換したら面白いのかなと思いますね、はい、割と薄いですね、なんか、はい、うん、遠目で見てたら結構なんかそのごつい装置のイメージが太陽光ってあったんですけど、はい、あ、もうこれそのまま太陽光パネルを貼ってありまして、これ両面ガラス、表面ガラスでこのセルをサンドイッチした状態ですので、はい、本当になんかガラス面と変わらないぐらいの厚みですよね。そうですね、うん、で、まあ、通常の窓ですとこの強化ガラス1枚なんですけど、2枚合わせですので、はい、普通のものとしても強いものになってますね。うん、
面白いな。いや今日初めて来てちょっといろいろとあの無知なもんで勉強していこうと思って。あ、ちゃんと、はい、ソーラーシェアリング、そうですね、この隙間からですね。いやすごい面白いな。もうなんかそのうちなんかブラインドタイプとか出てきそうですね。もうあるんですか。技術としてはスカイと太陽光、はい、あの垂れ幕みたいな感じでもあのできるものは今開発はされてます。あ、やっぱりもう耐久性が、あ、そういうことか、まだまだ、あと価格が高いっていう、はいはい、業態効果としてはまだまだ、あ、これから先の技術ですか、はい、すみません、ありがとうございます。再生可能エネルギーとか太陽光ってよくその僕たち一般の人たちにも浸透してきてはいると思うんですけど、やっぱりそのじゃあそれがどういったものなのかって詳しい内容になるとやっぱりあの分からない部分って多いと思うんで、今日は、はい、なんかせっかくのいい機会だったんで、いろんな方に発信できればいいなと思って、はい、啓蒙活動よろしくお願いします。ありがとうございます。僕の友達の YouTuber なんです。どうも、あ、今日回します。はい、ニッコ忙しいですか。忙しいです。何時から。今日は、ね、12時からスタート。あー、僕は喋んないですけど。そうなんだ、はい、あ、何やってるんですか。今あの今日は相談者の資料を出す係なんで、うん、はい、それのオペレーションをやってます。あ、忙しそうやね、みんな。お、こんなのもあってますね。It cooperates with companies on both upstream and downstream industrial chains to actively implement the goal and undertakes China's first demonstration line of PV module recycling to create an industrial ecosystem and value with more depth. なんか今からね、今日は登壇、そのソーラーシェアリングのね、まあ、企業さんとかがなんかお話しされるみたいなんで聞きましょうかね、今から。そう、聞いて勉強やな。今日の戦利品はオーガニックパパのオーガニックなラディッシュとナスビア。またね、チェルズキッチンで使おうかな。のおシンポジウムの一部の方を開催いたしますので、あのぜひあの皆さん前の方のですね、椅子ございますので、そちらにあのご着席いただきまして、あのお話聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。いいですね。いや、やめちゃいただきます。よっしゃ、やっぱね、やめに来たけん、やめちゃいただかんと。皆さん美味しいって言うんですか。はい、飲み放題しかも、やった、いただきます。どうぞどうぞ。イエーイ、やめちゃゲットだぜ。シンポジウム、お、やめ高校。
部いただいていいですか。学校のパンフレットなので。ありがとうございます。オンラインで参加者は何名ぐらいいらっしゃるんですか。あ、10名今日オンラインでご参加いただいております。ありがとうございます。で、本日の流れになりますが、まず、第1部ですね、12時から1時15分まで第1部のシンポジウムを行い、その後ですね、2時10分から15時10分まで第2部、そして最後にですね、15時55分から16時50分まで第3部のシンポジウムを行っておりまいります。その後に懇親会の方もですね、開催いたしますので、ぜひ皆様本日一日、このやめをですね堪能していただければと思っております。はい、それでは今日私と一緒に司会を務めていただく山下さんを紹介いたします。山下さん、どうぞ。からのソーラーシェアリングに求められることです。それでは飯田さん、よろしくお願いします。はい、今ご紹介いただきました環境政策研究所所長で、全国ご当地電力協会の事務総長、そしてソーラーシェアリング推進連盟の顧問ということで、そうそうたるメンバーの中でですね、私のような若輩者がですね最初に話をするのもちょっと恐れ多いんですが、これからのソーラーシェアに求められることっていうお題なんですが、中身はもう、もろもろというかですね、でサブタイトルは文明史的なエネルギー大転換の時代にと、大げさに聞こえるかもしれませんが、これ日本の外ではリアルに起きていることなんですね。それをデータをもとにお話をしたいと思います。まずは一応枕言葉として気候危機がありますよと。で、今年は地球の海面平均気温は去年もいい加減黄色暑かったんですが、え、こっち向けて、はい、そうですね、はいはい、で今年はまたさらに上回る勢いで、今中央が凄まじい洪水ですし、先々週まで私オーストラリア行ってたんですが、冬の季節のオーストラリアが41度という凄まじい勢いになってたりとかですね、とんでもないことになってた。で、これは、気候危機そのものの問題もありますが、農業とか農地にも非常に危機を及ぼすだろうというような話を、それから、気候危機と同時にやっぱエネルギー危機ということも言われている。実はもう価格としてはもう峠を過ぎてるんですが、残念ながら日本円安のためにですね、一昨年は33兆円、去年は26兆円もの化石燃料を輸入していると。で、自動車がですね、一昨年14兆円で、去年は、かろうじてバカ売れして17兆円を輸出して、ほとんど石油を買って自動車を輸出したお金を石油を買ってるみたいなのが日本の経済ですが、今日ちょっと本題で触れませんが、日本の電気自動車とか自動車産業がですね、非常にやばいことになるので、これが一体いつまで稼げるのかっていうような話が、もう一つあると。で、去年は貿易赤字若干緩和したんですが、一昨年の22兆円から 5.9 兆円ですが、化石燃料26兆円にデジタル赤字 5.3 兆円、これも増える一方、このあと AI、チャット GPT とかですね、どんどん使うと全て赤字になっていくと。で、医薬品もどんどん高度化して、日本は大したものが作れないので、5兆円の赤字で、なんといっても食料が9兆円赤字で、特に日本社会がサバイバルしていくのに、エネルギーとやっぱ食料というのがやっぱ非常に、脆弱で、かろうじて経常収支がまだプラスだからですね、一応変えてるんですが、これがマイナスになった瞬間に日本はですね、とんでもないことになる可能性はあるんじゃないかっていうのは、薄氷の上を恐る恐る歩いてると、いつ即ドボンと落ちるんじゃないかというような感じです。で、今世界全体で起きているその文明史的な転換は何かというと、太陽光と蓄電池ですね。風力も一応そこそこあるんですが、圧倒的に太陽光と蓄電池です。で、今年このソーラーの増え方がですね、こんな勢いで増えていて、一昨年世界全体で太陽光は250ギガワットで、去年が400ギガワットで、今年はおそらく600ギガワットを超えると。で、あと2年後には1テラワットですね、1000ギガワットを超えるんじゃないかというほど、凄まじい勢いで増えているのと、もう一つ蓄電池ですね。蓄電池は、
なんと今年中に世界の揚水発電の規模を超えます。で、まあ、大体今検討蓄電池とか家庭用の蓄電池もせいぜい2時間から4時間の標準なんですが、ある研究によるとですね、まあ、蓄電池はこの先もガンガンとてつもなく安くなっていくんですが、80時間蓄電っていうのが実現をすると世界中のどこでも再エネで1年中賄えるようになるというような計算がありますので、もうそれも多分10年かかんないんじゃないかと思います。でこの太陽光と蓄電池は10年で10分の1というペースでコストダウンして、この先もこのペースでコストが下がっていきますので、世界の再エネがですね今、30%なんですけれども、その 30% は十数年前には 18% で、増えた分はですね太陽光と風力だけなんです。でこの先も増えるのは太陽光と風力で、去年の12月の、ドバイであった COP28 であった気候サミットで、これから2030年、あとたった6年しかないんです、たった6年で世界の再エネの設備を3倍増にしましょう、6年で3倍増で、 30% 供給している再エネの設備を6年で3倍増、単純計算で 90% ですが、まあ、稼働率があるのでそんなにはいかないんですけど、まあ、おそらく 60% 倍の60ぐらいはいくんじゃないかというふうに思います。でこの増える分を見るとですね、3400ギガワットから1万1000ギガワットまで増える、増分のところを見ていただくと3分の2が太陽光で3分の1が風力です。で、まあ、水力とか地熱とかも、まあ、増えないことはないんですけど、まあ、ほとんど誤差範囲で、で私はだからこれからも1に太陽光、2に太陽光、3に太陽光、4に風力、5に風力というぐらいの、とにかく太陽光本当に大事です。でやっぱりコストはさっきのようにこう落ちていってるということですね。で、先々週言ったオーストラリアも、2007年には石炭と天然ガスだけで供給していたのが、今はもう 74% 太陽光風力で、3年後には 100% 太陽光風力するというのがもう州の政策になっていて、で10年ぐらいには 300% にすると。でなんで 100% 超えるかっていうと、電気だけじゃなくて電気自動車、それから、製鉄、つまり一次エネルギーの全てを再エネに切り替えていくっていう、もう世界最先端の地域が南オーストラリア州と、あともう一つデンマークですが、この南オーストラリア州はデンマーク蓄電池を世界で初めて検討蓄電池を2017年にですね、イーロン・マスクが入れた、まあ、ある聖地で、今回3時間車、それこそテスラに乗せてもらって、念願になったホーンズデールっていうです、ね、世界初の検討蓄電池を見せてもらいました。で去年の12月31日にはですね、なんと住宅の余剰電力で州の電力全て賄われたというですね、記念すべきとしてですね、まあ、非常に急速にエネルギーシフトが進んでいるところがある。じゃあ日本で太陽光をやるとこういう、2012年に入ったフィットはもうフィットだけでですね、他の利用計画とか土地利用計画が全くなかったので、かなり乱暴な開発が行われてしまったと。で今太陽光風力の反対運動が山ほどこう出てきているということで、やっぱりその改めて新しいコンセンサスが必要なのは、太陽光というのは人の手がすでに入った土地に優先して導入すべきだということを社会全体のコンセンサスすると。で圧倒的に重要なのは、住宅建築物カーボード、ここはもう完全に人の手が入っている。それから、次にまあ工業とか産業とか、あるいは鉱工業、廃棄物の処分場、まあ、これが2番目とかまあほぼ同じぐらいですかね。でその3つ目にやっぱり農地農業施設っていうのがやっぱ入ってくるべきだろうというふうに思います。というのはポテンシャルはですね、圧倒的に、住宅だけだとどうしても日本の電力の1割2割ぐらいまでしかいかないので、やっぱり風力を除くと太陽光ではどうしても農地が可能性が高い。で住宅はですね、今日屋根からさんが後で話すのが聞いてるんですが、僕もあまりに太陽光が安いので垂直走路でフェンスに生け垣に変えてフェンスがどんどん広がってるっていうのが、これも遠くなく日本では始まるんじゃないかっていうのがありますし、それからこれはですねスイスですけど、自然エネルギー 300% 自給、冬も含めてですね、という住宅がもうこれ壁面に全部太陽光ついてるという感じですね。
で、でここからソーラーシェリングですが、あのソーラーシェリングの父としては2人いると、これはあの後で田島さんが話すのかな、国際あのソーラーシェリング国際会議でもあのフランフォーファー研究所の人がですね、まずアイデアを出したのはこのアドルフ・ゲッツベルガー博士、フランフォーファーの先生です。これが1981年に論文で出したと。でそれを実践したのは日本の2004年に長島明です。この2人は世界的にもですね、ソーラーシェアリングの2人の父というふうに認識をされているということですね。まあここに集まっている人たちはみんな、まあ、東さんをはじめとして長島先生の、まあマナー弟子もしくは孫弟子に当たるのかなと思います。でこれも後で田島さん話すんですが、でそこから始まって世界中に今すさまじくソーラーシェアリングが広がってきてますよということで、で先ほどの3倍増ですが、じゃあどこに増やすかっていうと、 IEA のですね2050年までにネットゼロを目指すあのところでいくと、やっぱり圧倒的に地上設備が多いわけですね。で商工業施設住宅と、でドイツは、去年の1月にウクライナ危機の後に導入した法律で2030年までに再エネを 80%、2035年までに 100% にするという法律の中で、太陽光は2030年まで 215GW にしますということを決めて、じゃあそれをどう割り当てるのかということで、まあ、これ一つのシナリオですけれども、やっぱり住宅駐車場をメインにして地上設置型は少なくして、もう圧倒的に営農ソーラー、ソーラーシェアリングにしていくというふうに、この地上設置型はもう営農型に誘導していくというのがドイツの大きなコンセンサスに、まあ、なろうとしているということですね。でこっちか、あれ次に進まない。はい、でまあ、ソーラー資源はいろいろあるんですけども、あのちょっと時間がないのでどんどん飛ばしていきます。でやはりその進めていくにはメリットと便益、デメリット課題というのをちゃんと真正面から見据えるだろう、見据えながらそれを特にデメリット課題を合意形成や、あるいは克服しながらやっていく必要があると、まあ、メリットは大量太陽光発電がいっぱい入るし土地の生産性も、高める、これは後で見ますけども、あと蒸発を減らして土壌水分を増やす、で、暑さとか極端な天候、家畜等から悪影響を減らしたり、農作業のもうそもそも働く人の環境も良くする、で生態系を持続可能にできると、まあ、これは意外なんですが実は生態系が良くなる、で途上国の農村電化を進め、さらに電気ができるので灌漑を電化することですね、あの直流モーターで直流水ポンプだとかなり低電圧で水を遠くから送ってくる、もできますし、そうすると農地を拡大できるし、まあ、それを結果としてクリーンな雇用を生み出しますよというのがメリットですが、デメリットはやはりあのこれまであのやっぱり農家の方には馴染みのない太陽光のやっぱり地域の側にも地域技術的な理解と収益が必要で、でやっぱり何といってもこう柱とかですねいろいろあるので若干の農地を犠牲にする必要がある、で、あと日陰をやっぱここはちゃんと慎重デザインしないといけないんですが、日陰が一部の作業に影響を与える可能性と、あと、まあ、多くの方が心配されているのはやっぱり農村の伝統的文化的な景観を損ねるんじゃないかという心配があって、でこういったところはやっぱり丁寧に話をしながらしていく必要があるかなと。で土地の利用効率はこれはいつも使う図ですが、1ヘクタールの土地に小麦だけを作る、あるいは日本だと米でもいいんですが、で 1ヘクタールの土地に太陽光だけを作って両方ともそれぞれ落ちるんだけども、足し合わせると同じ2ヘクタールの土地で生まれてくる小麦もしくは米と太陽光はむしろ増えるでしょうというのが、まあ、あの限られる土地を効率的に使うという、まあ社会全体の人間の知恵だと。でそれからまあここをやめということで、あの静岡の茶畑の例を言ったんですが、この、流通サービスの、服部さんというところでやられてるんですが、この寒冷車をですねボタン一つで真っ暗にするので、あのお茶ってまあ非常にまず日陰に相性がいいんですが、特にここはあの有機抹茶を作られているので、あの最後2ヶ月ぐらい真っ暗にするんですけど、それを
あの宇治の風物詩みたいにこうおばちゃんが一生懸命かけるんじゃなくて、あれと茶葉が傷んだりするんですけど、それをボタン一つでずっとやるというのは労働環境が非常に改善されて、それからあの暴走ファンもいらないんです。中で微気候があって霜も降りてこないというようなメリットがあるので、で、あと技術がどんどん進化して、まあ、今日もペロブスカイトとかいろいろ出てますが、あの今世界の新しい太陽光の6割はもうトラッキング、いわゆる可動式になってきています。で両面発電もほぼ今はもう標準、片面と両面発電価格も変わらなくなりました。ですからあのトラッキング型とかですね、あと垂直ソーラー、ようやく日本の問題が広がってきましたが、あと半透明型の温室ソーラーとか、新しい技術をどん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 、まあ、農家と農業の味方にして、これを地域の方と側で作っていくということが必要なんじゃないかなというふうに思います。で、あ、なんか行こう。あ、で、まあ、なんといっても味方につけなきゃいけないのは地域と農業なので、まあ、今日この関係者もいっぱいあのオンラインも含めて参加してますが、あのやっぱりソーラーシェアリングは地域と農家に根ざしてしっかりやっていくということが、まあ、必要なんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、もう最後はまとめは同じ申し上げたことですけれども、まさに SDGs の目標ですね、1,2,3 最低でも6個は達成できる営農型太陽光発電を、まあ、これからもですね、あの大きな対極的な視点で、まあ、農業をやってる人はその太陽光は邪魔者だと、で太陽光をやってる人は農業のことを考えるとにかく太陽光を増やしたいじゃなくて、社会全体でやっぱりその、気候危機、エネルギー危機と、そして食料を地域と農業の視点に立って構築するということが改めて必要なんじゃないかな。でやっぱりこう今日はあのやめまで来ましたけども、変革はですね、古くから歴史的にも変革は地域が起きるということなので、地域の取り組みからあのこの変化が、起きるといいかなと思います。はい、どうもありがとうございました。皆さんありがとうございました。いやーすごいですね、ソーラーシェアリング、太陽光。やっぱり一言で、まとめてもかなりあの奥深いいろんな取り組みがされていますね。うん、僕もね全部このシンポジウムお話し聞けなかったんですけど、まあね、すごい勉強になりました。そう、僕の知り合いがですね、海外で音楽フェスを、それこそそういう太陽光を使った音楽フェスとかをやってる子がいて、そういった情報を聞いたことあるんですね。なんか今からの時代にあったようなねえ、俺も光も音も電気もバリバリの電気もとかいうバリバリやけん、バリバリ使いたいし、でもやっぱこういった環境保全、環境を守る取り組みとかもね、含めた上で何かそういったアクティブな活動とかをどんどんしていった方がいいのかなっていう、気持ちになりましたね。ソーラーシェアリング、まだまだ奥が深いんで、これからも、いろいろと学んでいきたいなと思います。ってことで今日は八女農業高校からお届けしました。スイッチールでした。ピースよ、ブブー。